そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。ほら。たんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ。てめえ。兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらしてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら。首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。Hey!
前どこから何があったお野郎は。派手な短歌切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。